どうもみなさん、こんにちは。救急です。今回はですね、えー、クラッシュオブクランの次のアップデートかな今のアップデートか知りませんけども、多分おそらく次のアップデートでですね、こちら、ペッカ。ま,あ、まだレベル1なんですけども、あの、ペッカのレベルが5っていうのがね、追加されるという情報を聞きました。ではですね、まあ、こちらのですね、画像をご覧ください。えー、っと、まあ、普通にですね、ペッカ、 もうこちらは画像はネットで拾ってきたんですけどもヒットポイントが4500そしてえダメージが毎秒380ということでもう恐ろしく強いですよねヒットポイント4500っていうのはあのレベル1ゴーレムあのエダークリクサー450消費のゴーレムと一緒のヒットポイントとなりますねうん、まあ、ちなみにこちらがエペッカレベル1の、えー、ヒットポイント2800 毎秒とということで相当違いますねそして、えー、今回のアップデートでですねまあペッカレベル5、まあ、ペッカレベル5っていうのはタウンホール10じゃないとアップグレードできないんですけれどもあのペッカが強くなったの他にですねまさかのまさかあのホグライダーが弱体化してしまうということですねホグライダー弱体化っていうのはどういうことかっていうとあのステータス的な弱体化じゃなくて えー、巨大爆弾によるダメージ増加らしいですあの,巨大爆弾のレベル、まあ、3とかのホグライダーはもうほ,ほとんどもうとだからまあ、うん、ホグライダー多分運営の意図としてはまあそのタウンホール9ぐらいでホグライダーゲーにしないようにまあタウンホール8のホグライダーはすごい強いんですけども、うん、タウンホール9以降でまあそのホグライダーゲーにしないためにまあそのホグライダーの巨大爆弾による ダメージ増加っていうのを測ったんじゃないかなと思います、まあ、ということで、まあ、次のアップデート内容でしたバイバイ